オブレノビッチ家の紋章。現在のセルビアの国章でもあるオブレノビッチ家は1815年から1842年まで、飛んで1858年から1903年まで、セルビアを統治した王家。オブレノビッチ家は中世セルビア貴族、オルロビッチ家の系統を引いている。ミロシュの系譜オブレン・マルティノビッチは、マルティノビッチ・オルロビッチ家の分家の一員で、オブレノビッチの加盟は、 彼の名に由来する。初代ミロシオブレノビッチ一世が、オスマン帝国に対する反乱第二次セルビア放棄を指導して、セルビア公国を成立させ、権力を握った。その統治は、先制的な傾向があり、政権を握っていた10年の間に次第に民心を失った。軍部内の黒手組組員の将校らは、王妃選定問題で民心を失った最後の国王。 アレクサンダル・オブレノビッチ5世を殺害し、オブレノビッチ家の統治は終わった。オブレノビッチ家による先制君主制が終わると、カラジョルジェビッチ家による立憲君主制がこれにとって変わった。ギリシャ、ブルガリア、ルーマニアなどの他のバルカン諸国と異なって、セルビアは既存のヨーロッパの王室から君主を迎えなかった。オブレノビッチ家は対立していたカラジョルジェビッチ家と、 同様に、セルビア本国出身の王家である、初代、ミロシコウ。ありがとうございます。